辻の国広聴広報課。6月18日に発生した大阪府北部地震では、倒壊したブロック塀の下敷きになり、2人の方が命を落としました。あなたのご自宅のブロック塀、大丈夫ですか？今すぐ点検しましょう。点検はこちらの5項目について行ってください。一つでも問題があれば、それは危険なブロック塀です。1つ目、塀の高さは2メートル以下ですか？ブロック1つの高さはおよそ20センチなので、10段以下か確認してください。2つ目、塀の長さ 3.2 メートル以内ごとに控え壁はありますか？ブロック1つの幅はおよそ40センチなので、8個以下ごとに塀を裏から支える控え壁があるか確認してください。3つ目、塀に傾き、ひび割れはありませんか？また、鉄筋が錆びていませんか？鉄筋の入っているところに沿ってブロックが茶色に滲んでいたら要注意です。4つ目、基礎はしっかり地盤に入っていますか？基礎は地盤から30センチ以上入っている必要があります。5つ目、塀に鉄筋は入っていますか？鉄筋が縦横に80センチ以内の間隔で入っている必要があります。一つでも問題があった場合は、安全な生垣やアルミ製フェンスなどの軽い柵への作り替えをお願いします。その場合、撤去や作り替えに対し費用の一部を補助する制度もあります。詳しくはお住まいの市長のブロック塀担当課までご連絡ください。またブロック塀の点検方法などを記載した冊子を県庁やお近くの市長で配布しています。ホームページ耐震ナビにも掲載していますので、ぜひご利用ください。それではジッピーから今日の一言。危険な塀、撤去で安心、美しく。自分のため、地域のために、安全で美しい街に変えましょう。番組からプレゼントのお知らせ。毎月抽選でご覧の商品を3名の方にプレゼント。はがきやメールでご応募くださいね。この番組は静岡県広聴広報課がお送りしました。